坂田のまんま。ねえ、まんまちゃん。誰あんた。聞いてねえよ、引き笑いになってねえから。ほんとさ、一回ぐらい成功させること。ああ、ちょっと星くんっぽいけどね。ああ、やばい、いろいろやばい。ということでね、今回のゲストが来たみたいっすよ。いらっしゃいませ。どうぞ。こんにちは、銀魂沖田総合役鈴村健一です。ごめんな、入ってきづらい雰囲気で。引き笑いでもなんでもないですよね。うん、いや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 言ってたよね。ではないの。難しい。大丈夫か、パーソナリティ。大丈夫、やらなくていいよ。すいません、本当に。じゃあ鈴村さん、これどれを揉みます。はい、もね、おっぱいでお願いします。ダメだダメだ。主に女子が聞いてるからダメだ。そうなの、女子聞いてんの。鈴村さん、どういうのが好きなんですか。どういうのって、どういうこと。どういうのを揉みたいんですか。ああ、そうですね、僕はこれ泳がせといていいんですか。張りのある感じがいいですね、やっぱりね。うん、はい。何を言うのかよ。じゃあ口開けろ。とにかく飲んでくれ。口開けろ、ほら。じゃあ、この、これ飲みたい。あ、飲んでくれ。みかんゼリー。みかんゼリー。あ、いいとこ。うん。あ、ふたふた。あ、てるてるてる。これなんかないの、これ選んで、おー、そうですかみたいなのないの。あ、そうですか。よく振って飲んでください。何なのこれ。何なのこれ。一応これ家にやってきたってことなんで。うん。まんまちゃんなんでしょ。広い人いないけど大丈夫。でもここ鈴村さんちだっていう。え、鈴村くんちなの。俺が今ピンポン押して。ピンポンして帰ってきた。君ら玄関から来たみたいなことなんですよ。そうなの。ピンポンっていんのに、すでに僕らが鈴村さんの家にいるっていう。あ、空き巣じゃねえか。先回り。ひどい話ですね、ほんとに。これショックですよね、大丈夫。じゃあ、杉田くんはともかく、坂口さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に頑張ってこう。頑張ってこうよ。そんなことで、26歳、我が家の豆まきはバトルロイヤルさんからもいただいてます。いいよと。私が子供の頃、我が家の節分はバトルロイヤルでした。私の家族は父、母、そして私を含む3姉妹でなっています。5人家族ですね。父が鬼役となり、母が暗闇の中豆をまきます。ここからが姉妹同士の戦いです。チャリンパラパラチャリンと。自然な音。母が撒く豆の中には小銭が混ざっている。お小遣い制度のなかった我が家では、お年玉以外の臨時収入のチャンス。なるほど。全く明かりのない暗い部屋の中を音を頼りに小銭を探します。それ面白いな。100円や500円を狙って妹たちとぶつかり合いながら、とてもデンジャーでスリリングな豆撒きを楽しんでいる。完全に信長の野望の施しですよ。全国版であったあれだね。投げるやつ。民中を上げるあれ。そうそう。よろず屋の皆さん、雇族の皆さんはどんな節分をしていましたか。普通だよ。確かにそこは、そのイレギュラーなことはないですね。ないないな。でもちょっとそのシステム面白いですね。いいかも、やる気が出て。豆は皆さん。
こちらです。こんな銀玉は嫌だ。皆さんが思うこんな銀玉だったら絶対に見たくない、こんな銀玉なら今すぐ放送中止になっちゃうよ、そんなメッセージが届いておりますと。ではな、杉田くんと中井くんに紹介してもらいましょう。はい。はい。というわけで、まずいきますよ。ラジオネーム、シンシアさん。はい。こんな銀玉は嫌だ！クォードギアスと、ツークール交代。言っちゃうんだ、ね、作品名も言っちゃうんだ。そうですよ。ツークール交代、じゃあ、やればいいじゃん。でもいいじゃないですか。交代したらどうなるんですかね。え？いや、どうにもならないよ。キャスを入れ替えるってどう？やめて。やめて。僕らがコードギアスやって。あ、じゃあ僕、河野くんと変わろうか。メガネつながりで。本当に。素晴らしい、素晴らしい。でも、皇帝だけは若本さんで一緒みたいな。そこだけはね、そこ変わんないから。一緒じゃねえかよ。そこ変わりようがないから。一緒かよ。はい、続いて、はい、お願いします。はい。ラジオネーム、生倉さんからいただきました。こんな銀玉は嫌だ！新選組の7割が、派遣社員。お、ははー。その派遣会社が相当優秀ですね。優秀なんですかね。警察にまで人材を派遣できるってことそうだよ。しかもあいつらみんな一緒にカブトムシ取りに行ったりするながらさ。そうですよ。いい人材だよ。うん。いい人材だよっていうフォローもどうかと思うけど。派遣社員だからといって、その、仕事ができないわけじゃないんですよ。そうだよ。そうですよ。ある意味プロフェッショナルだからね。そうなんです。派遣社員とは思えない絆でね。そうです。素晴らしく結ばれてるわけですよ。いい話でまとまったな。行きましょう。どうぞ。ラジオネーム、チャッピーさん。こんな銀玉は嫌だ！銀さんの愛読書が、ジャンプじゃなくて、民命処方官。おわかるかな今の若い子は。わかんないです、ね。わかるかな全部基本的に中国武術に繋がってたりするからね。そうそう。あと、人間の体で一番よく動くのは耳たぶらしいよ。ああ。この筋肉が使えるよ。なんだあれはって言ってね、新八が叫んでね、あなんだライデン、いや、新八って。あれ、メガネいねえもんな。いないですね。ファラオスフィンクスあたりになろうかな。ああ、そこですか、うん。あとは男爵 D の。大丈夫か、このトーク。ラジオネーム、いい子なんですさんからいただきました。こんな銀玉は嫌だ！小林優さんが作画チーフ。おー。いやー、そういう会話あってもいいんじゃねえの？アニメ塗りすると、小林画伯の絵の味が損なわれてしまうのですね。白黒でね、あえてモノクロで行きたい。むしろそれでクレイアニメにしたりとかね、もう、うん、クレイなのかよくわかんない、もう、ダークマターなのかどっちかわかんなくなっちゃうんですかね。いっそエンディングとしてワンクールぐらい流してみても。ね、はい。うん。サガリャのまんま。俺さ、さんまじゃなくて星くんだよね。いや、どっちかっていうとカッキーカッキーじゃなくんか。引き笑いとかも、ほら、できだよ。引き笑いってどうやるんですかね、本当。どうやればいいんだろう。それ、星さんですよね。今回のゲストさんがいらっしゃいましたよ。ピンポンピンポンですよ。いや、こんなこともあろうかとね。入り口に落とし穴をこう。なんでだよ。そんなトラップいらないから。ドアノブに触れた瞬間に。今回は。ボンだ。ボンだじゃん。女性ゲストなんだからそんなトラップいらないでしょ。え、一人で解除してない。中井くんだったら吹っ飛んでもいいけども。大変だ。ということでね、はい、今までのほら、中二的なラジオじゃなくて。まずいですよ、ね。真面目に行きますよ。はい。リスナーのカンカン買うから。はい、じゃあ入ってもらいましょう。どうぞー。こんにちは、銀玉神楽役の釘宮理恵です。入りづらかったでしょ。全然申し訳ない。何？沖田と鈴村さんの共通点をみんなで考えましょう、うんうん、え、考えるの？逆に僕とか大輔さんから見てっていうこともこう合わせると意外な一面が今回見えてくるかもしれない。なるほどね。自分の中ではどう思ってます？沖田と鈴村さん。まずはね。似てた困るよね、あの人とね。そうですね。でも似てる気もしなくはないよ。しなくもない。わからなくはない、うん。うんこしろってやっぱ言いたいし、俺も。あるならバズーカ打ちたいし。俺にも剣はあるし。男は狼、生きてる限り狼ってね。っおかしいな、多分歯車っていうのが完全に外れてるな、これ。歯車そのものがないからね。これは。大惨事だ。俺、これ、オファー受けなきゃ終わったな。ちょっと待ってくださいよ。今回早いよ。早い。これからこれから。モーターとギアの相性が良くないんですよ。ハイパーダッシュモーターじゃダメなんですよ。それが良くないって話を今してるわけであって。はい、だから受けたくないって言うてるんです。なんだって？おい！このタイミング？
新八がアニメ銀魂全話まとめて一言で突っ込みました。さて何と突っ込んだでしょうか。うん、なかなか難しいネタじゃない、これ結構高度だよね。うん、ツッコミって難しいからね。まとめて一言で突っ込んじゃいましたみたいな、これね、甘栗じゃねえんだから簡単に言わないで向いちゃう感じでね。じゃあ、うん、早速紹介していきましょう。はーい、ラジオネームごはんつぶさんからです。新八がアニメ銀魂全話まとめて一言で突っ込んだ。最終回なんだからキャラ全部出せよ。キャラ全員出せませんでした。劇場版ですら無理ですよ。いろいろね、いろいろ無理ですよ。そら無理ですって。だってあんなに出たがってる雲翔ちゃんだって出らんないんだから。そうですね。小銭型。みんな出たがってるんだよ。そうですよ。一度出た人ね。間宮宏もね、出たがってるし別役で。君家シリアスな役だったけどよって。ギャグやりてえぜ。神谷さんすごいんですよ。だって放送終了後、ほぼ30秒後か15秒ぐらいにはもう感想のメールが来るんですよ。いや、今日の銀魂も抜群に狂ってたな。ひでえ。やっぱ杉田くんは最高のふんふんだった。ああ、まあね、しょうがないよ。そういう作品なもの。うん、でもね、そうやって、こう、ベテランさんからね、若手までみんな、そうです。出たがってくれた番組ですから。キャラは全員出せません。僕もだって、加瀬さんに胸ぐらつかまれて、銀魂出てるんだよ。どうやって出るんだよって。俺はホニャララって役があってと思うんだけど、あんたに漫画見てんだみたいなね。そうそうそう。加瀬さん、僕に言われたって困りますよって言って。そう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 。そうなんだよ。だからね、あの、ブリーチの某レンジさんにも言われたけどね。はいはい。出たい出たい出たい力めよ。それ、レンジさんっていうか、どっちかっていうとなんか、ハムスターの方、ね。ハムスターの方だね。ラジオネーム、ケロマスさんです。あ、自称16歳です。うん、私が最初に井上和彦さんを知ったのはアンパンマンでした。私はカツオ節マンのあの渋い声が幼い頃から大好きで、あれ以来スキンヘッドの男性がタイプです。またカツオ節マン、カツオ節マンのカツ節マン、カツ節マンの活躍を期待しております。やった、カツ節マン来ました。カツ節マン、やっぱ入り口いろいろありますね。ねえ、カツ節マンですよ。一つ一たび剣を握れば、ね。はい、アンパンマンの世界でそんなかっこいい声が。アンパンマンの世界ですからね、世界観、うん、このいい声が入ってくるわけですよ。うん、いや、なんでしょうね、あれね。なんでしょうね。なんか必ず語尾に何とかでござるって。ああ、武士ですからね。わかりやすい。カツ節ですから。うん、で特技はお蕎麦作ることだからね。出汁じゃねえか。そう、出汁だ。自分が出汁になるやつだ。で、あれ剣が勝節剣って言うんだ。ああ、そうか。勝節マンって俺見たことないかもしれない。僕もないです。うん。なんか二ヶ月に一回ぐらい出てくる。へえ。あ、そうなんですね。結構頻度高いんだ。うん、そう、意外とね。うん、僕も年一ぐらいで歯磨きマンやってたから、あ、うん、歯磨きの季節にならないとね、うん、出てこないんでね、うん、6月4日あたりで、うん、ね、うん、